こんにちは、りょうたです。皆さん Mac 使いこなせていますか？ということで今日はですね、久々に Mac の使い方紹介していくんですけども、デスクトップ起動していただくと一番下のところにアプリの一覧表示されませんか？あそこをドックって言って、 iPhone とか iPad 同様に、まあ、よく使うアプリとか自分でカスタマイズして入れることできるんですけど、よく使うアプリといえば、まあ、Twitter だったり Instagram、TikTok、YouTube あたり皆さん見ると思います。ただね、 Twitter 以外 Mac 公式の App Store 見てみると配信されていないんですよね。なのでインスタグラムとか YouTube とか TikTok ね、下に並べたいけど、まあ、インストールできないよって方多いと思います。ということで今日は前半に Twitter、Instagram、YouTube、TikTok、 この4つのアプリのインストール方法と、後半はですね、細かいカスタマイズを紹介していきます。Twitter は App Store からダウンロードできます。 App Store はこのドックのアイコンに並んでいる方はいれば、そこからクリックしていただいて、ないという方はですね、トラックパッドでシュッて中央にやるとですね、ローンチパッドを開きます。そこから App Store っていうところがあるので、そこを起動しましょう。トラックパッドの使い方はね、こんな感じで動画もまとめているので、ぜひね、参考にしてみてください。ではでは、App Store 開きましたら Twitter って入れます。入れると、はい、こんな感じでね、出てきたと思います。この Mac App って方をクリックして、ここの Twitter が1個目出てくると思うんですが、普通に iPhone、iPad 同様にダウンロードボタンを押せばダウンロードできます。もう僕はすでにインストールしているので、もう一回ローンチパッド開いて、こっち戻ると、どこだ、こっちか、はい、ここに Twitter がね、アプリとして現れます。これクリックして起動すれば全然普通に起動できますし、ドックに置きたい場合には、こんな感じでドラッグ&ドロップをするとドックにツイッターが追加できます。ここからが問題なんですけど、 YouTube、TikTok、Instagram はですね、公式アプリ App Store で検索してみても出てこないってことは、配信されていません。なので、別の方法でアプリみたいなものを作る必要があります。ただ作るといっても難しいことじゃなくて数クリックでできるので、その方法を紹介します。で、そのね、やつをやるために必要なアプリがあって、このドックに並んでるね、 Google Chrome っていうアプリをインストールしてくる必要があります。インターネット見るのに Mac で Safari 使ってる方いるかなと思うんですけど、 Safari の Google 版みたいなやつで、Safari の検索バーから Google Chrome って入れることによって、無料でダウンロードできます。これのセットアップが済んだら、Google Chrome の、ところを起動します。 Google Chrome 起動すると、まあ、こんな感じで普通の Google の画面になっていて、まあ、Google って検索ができます。まず YouTube から見ていきます。 YouTube サイトアクセスすると、この右上に画面のね、右上に矢印が入ってる YouTube をインストールっていうマークありませんか？ここね、普通にインストールってやるとインストールができるんですけど、もしこれ表示されてない方は、3本の点が右側あると思うんですけど、そこの、中に YouTube をインストールっていうことがあって同じことができます。で、このインストールボタンそのまま押すと、ピヨッと、はい、YouTube の画面がね、こんな感じでアプリとして開いたかなと思います。はい、もうこれだけでインストールは完了です。そしてインスタグラムも同じようなことやりたいんですけど、インスタグラムはね、ここないんですよね、アイコンが。まあ、だから3本の点からね、勘のいい人は行くかなと思うんですけど、そこにもね、ないんですよ、インストールっていうので。どうするかっていうと、このその他ツールっていうところがあるので、そこからですね、上から2個目ショートカットを作成っていうところをクリックします。で、ショートカット作成しますかって上に出てくるので、ここですね、インスタグラムって名前の下、ウィンドウとして開くをクリックチェックしてもらって、そして作成を置きします。そうするとインスタグラムもこんな感じで YouTube みたいにアプリとして開かれるようになりました。そして最後はもう TikTok ですね。 TikTok は YouTube と同じように右上にアイコンあるかなと思うんですけども、そこからですね、インストールってやると、はい、こんな感じで TikTok も、アプリとして開けるようになりました。なので見ていただくと、こんな感じで Twitter、YouTube、Instagram、TikTok ね、アプリのアイコンみたいになっていて、さっきみたいにこうやって、持っていくと無事ドックに、アイコンが並んだかなと思います。これ必要があれば、YouTube 起動すると YouTube の画面行きますし、インスタグラムを開けばインスタグラム行くし、 TikTok を開けば TikTok にも行けるっていう感じで、アプリのように使えます。今回は YouTube、インスタ、そして TikTok 紹介したんですけど、これ他のサイトとかでもできて、インストール出てこないサイトはブックマークを追加っていう機能を使って、例えばよく使う学校のポータルサイトだったりとか、よく見に行くサイトとかをね、ドックに追加しておくと効率的にアクセスできるかなと思うので、ぜひ参考にしてみてください。
ここから後半なんですけど、ちょっとドック見ていただくと、 Chrome、Finder、ね、QuickTime とか Twitter は四角でアイコン統一されてるのに、まあ、YouTube、Insta、TikTok がちょっとね、いろんな形になっちゃってるかなと思います。こんな感じだと見た目がごちゃごちゃしているので、まあ、Twitter とか Chrome みたいにこう四角のアイコンにカスタマイズする方法をこれから紹介します。まずね、上のメニュー見てほしいんですけど、そこファインダーになってますか？なってなかったらデスクトップどこでもいいのでクリックしてみてください。そうするとファインダーになると思います。そこから移動っていうのがあると思うんですけど、移動します。はい。で、移動の中のこのホームですね、ホームに移動してください。はい。そうするとファインダーのアプリ1個開いたかなと思うんですけど、そこからアプリケーション行って Chrome アプリっていうのを開くと、インスタ、TikTok、YouTube が出てきます。ここまでできたらアイコンの準備なんですけども、アイコンいちいち作るの結構大変だったので、僕もう3つのアイコンをダウンロードできるように準備しておきました。概要欄にあるダウンロードこちらってところから、ダウンロードしてもらうと3つのアイコン落ちてくるので、まずねそこをダウンロードして、準備してください。そんな感じでアイコンの準備ができたら、僕の方もちょっと、準備していきます。これダウンロードしたのと同じものがここに3つね並んでるんですけど、これをねあの Mac のアイコンに設定していきます。どうやるかっていうと、まずインスタグラムやっていくと、右クリック、2本指クリックをしてもらって情報を見るってところ行きます。ショートカットだとコマンドと I でもできます。はい。こんな感じのウィンドウが開いたら、ここの左上のところに、インスタの、ね、アイコンを持っていけばいいんですけど、こんな感じでドラッグ&ドロップするとうまくできない場合もあるので、やり方としてはですね、一回プレビューアプリでこのインスタグラムのアイコンを開きます。そしてコマンド A を押すと全体を選択できるので、全体選択してコマンド C でコピーします。そうしたら、左上のここの丸いところを行って、コマンド V ってやると、はい、こんな感じでインスタグラムのアイコンがね、あの iPhone とか iPad のアプリみたいになりました。このようなので、例えば TikTok もコマンド I で情報を見るってやつをします。で、プレビューを開いて、コマンド A、コマンド C をして、コマンド V をここにすると、はい、四角いアイコンに変わったかなと思います。そして最後 YouTube もですね、同じことをやって、コマンド A、コマンド C、 そして、コマンド I でコマンド V、はい、こんな感じで、アイコンのアプリのアイコンがね変わったかなと思います。ただですね、この下ドックの部分変わってないよって方多いと思うんですけど、これですね、あのローンチパッドの方行っていただくと変わっているので、これね、あの一回ドックの方のアイコンをこんな感じで消してもらって、入れ直すことでアップデートされます。はい。YouTube、Instagram、TikTok、そしてね、もともとある Twitter が Mac のドックにしっかりセットされました。見比べるとこんな感じです。ビフォーよりもアフターの方がちゃんと洗練されてね、見た目がすっきりしたかなと思います。またこの設定の過程で、あのコマンド C、コマンド V とか、コマンド A とか僕言いながらショートカットを使っていったと思うんですけど、今回ショートカット初めて使ったという方もいるかもしれません。ショートカットの詳しい解説っていうのは他の動画をね、ぜひ出してますので、そちらをね、参考にしながらまたね、いじってみるのもいいかもしれません。こんな感じの手順を踏めば、Twitter、Instagram、TikTok、そしてね、YouTube、下に並んだかなと思います。よく使うアプリだと思うので、そこからね、ワンクリックでアクセスできるとかなりいいかなと思うので、まあ、iPad、iPhone 同様ね、ぜひ楽しんでみてください。このチャンネルでは Mac の使い方とかいろいろ発信してるんですが、Mac の使い方、初心者向けのバーっとまとめた再生リストを作りました。初めての Mac プレイリストあるので、こちら概要欄貼っておくので、ぜひね、あの Mac 初めて買ったよとか、使い方いまいちわからないなって方はですね、覗いていただけると、使い方、基本的なところだったりとか、設定アプリ、おすすめアクセサリーなどいろいろまとめておりますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、この動画が新しい発見があったよって方はですね、評価、そして参考になった方も評価ボタン、チャンネル登録とチャンネル登録横のベルマークのオンをよろしくお願いいたします。ということで、お相手は陽太でした。バイバーイ。